今日の試合を振り返っていきます。さあ今日は十勝デーということで、足代町出身の歌手松山千春さんの始球式で試合が始まりました。長い夜の提供ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあファイターズ先発は上沢でした。ツーアウトを取った後3番の柳田、エスコンにめっぽう強いこの柳田、いやこの打球がホームランになるんですね。先制のホームランを許します。第15号のソロホームラン、ホークスが今日は1点を先制しました。2回です。ファイターズはツーアウトランナー1塁、ホークス先発の東浜から作りまして、バッターには今日スタメンの今川、ヒットやったね、これもね。そうですね、インサイドの低め、そこをうまく打っていきました。復帰後の初ヒットとなりました。ただ得点とはならず。3回です。ファイターズはツーアウトランナー2塁3塁、バッター万波、これはナイス粘りでしたよ、食らいついたヒット。そうですね、スライで悔しい思いして、ここでもう一回り大きくなってるじゃないですか。逆転の2点タイムリーヒット、2対1、ファイターズが1点をリードします。さらにはその後ツーアウトランナー2塁1塁で6番の上川畑、逆方向、美しい、美しい、鮮やかなレフト前に来ました。はい、さらに1点を追加で3対1、リード2点と広げます。ただ5回です。ホークスはワンアウトランナー2塁のチャンスを作ると、バッターは三森、上沢からこのバッティング、すごいね、こちらもうまさを見せるタイムリーと、タイムリー2です。これで3対2、1点差となります。そして7回です。ホークスはツーアウトランナー2塁1塁、上沢を攻め立てて、バッター2番の柳町、またこれが宇宙間抜けていきました。複雑となりましたよね、はい、逆転の2点タイムリーツーベース、ここでホークスが1点リードと試合をひっくり返しました、ね、逆転タイムリーでしたからね、これエラーも絡んでて嫌な空気だったんですよ。ただその裏、ホークスは4番手藤、ワンアウトランナー2塁で、バッター1番の文治、フォークを捉えました、ね、同点のタイムリーヒット、うまいバッティングだったな。もうベンチ全員前のめりでやってるじゃないですか、はい、戦う姿ですよね、うん、4対4の同点。そして9回にはファイターズ3番手の田中正義、ピンチを迎えますが強なったね。最後三森ストレートで押しました、はい、9回をゼロに抑え4対4。そして試合は延長に入ります。10回の表、ホークスはツーアウトランナーなし、ファイターズ4番手の池田、2番3番と抑えて、そして4番の近藤もサードフライ、見事なリリーフでしたね。見事ですよ、闘争心も十分前に出てたし、柳田へのリベンジも果たしました。そして11回の表、ファイターズ5番手の福田、ここも三者凡退、最後は川瀬を空振りの三振。数年前まで不安げに投げてた福田が嘘のようですよ、はい、そして11回の裏、ファイターズはノーアウト満塁、代打マルキネス、力のあるバッターの打ち方ですよね。レフトのフライ、そして三塁ランナーはダイソーの磯畑、快速飛ばして帰ってきました。さよならのホームイン、5対4、劇的な本人もちょっと浅かったかなと思ってたんじゃないの、あと 2&2 から見逃したの方向もやってこだと思ったところが、ジャッジボールでしたからね、はい、ただ今日はこの選手起用というところ、そしてタイミングもうハマりまくってましたね。そうですね、はい、まさかこんなに長い夜が来るとは、はい、恋に揺れる、アリエル・マルティネス、最後さよなら犠牲フライ。土井さん言ったことないかな、はい、僕ね、プロ野球選手としてね、
ヒーローインタビューを受けてる夢を何度も何度も見てたんですよ。ああ、そうですか。プロ野球選手になって6年間、5年半か、東京ドームで、はい、それがなぜか西武戦、うん、で僕、6年目の7月14日にプロ初勝利、ヒーローインタビュー初めて受けた時にデジャブぐらい、正夢だったんですね。それまでは投げた奇跡がないので、うん、質問に答えれなくて困ってる自分だったんですよ、ずっと夢の中は。なるほど。初めてインタビュアーの質問に答えれる自分がいて、景色は夢と全く一緒だったから、本当に。エスコンフィールド北海道の、そして各メディアの前のファイターズファンの皆さん、大変お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは福田投手、そしてマルティネス選手です。まずは福田投手、今日の出番は11回でした。先発の上沢投手から川野投手、田中正義投手、そして池田投手とつないでバトンが巡ってきました。どんな思いでマウンドに向かいましたか？あ、そうですね、やっぱ前の中継ぎ陣の上沢さんも粘り強く投げてたんで、自分もこうスコアボードにゼロをしっかりと入れられるようにっていう気持ちで投げました。その思い同様、しっかりと無失点に抑え、そしてその裏チームが勝利を収め、プロ5年目福田投手にプロ初勝利がもたらされました。いかがですか？いや、本当素直に嬉しいですね、はい。ウィニングボールは手に入りましたか？奈良間が回収してきてくれました。よかったですね。そのボールは福田さん、どうされますか？そうですね、ここまで育ててもらった両親に渡したいと思います。今見ていらっしゃるかもしれません、なんと声をかけましょうか？やったよって言いたいと思います。福田さんにとってここ北広島は大学時代もそうですし、そしてこのプロに入って今年から本拠地になりました。また思い出の土地になりましたね。そうですね、だいぶ思い出の土地になりました、はい。ファンの皆さんは福田投手がこの北広島で大いに活躍されることを期待しています。最後にメッセージいただけますでしょうか？いつも応援してくださってるファンの皆さん、あんまりヒーローになるなんていうんですかね、タイミングあんまないんですけど、温かいご声援ありがとうございます。明日も頑張るんでまた応援してください。ありがとうございました。まずは福田投手でした。そして試合を決めましたマルティネス選手です。マルちゃん、ナイスバッティングでした。ありがとうございます。今どんな気分ですか？Ah, me siento bien porque antes de la práctica él me dijo que iba a hacer giro interview y que tenía que hacer giro, así que やりました。もう本当に最高です。あの雨だったので絶対自分はヒーローになるしかないと思ってました。みんながつないできてくれたあの最高の場面でした。燃えたんじゃないですか？No, tremendo juego. Jugaron por 11 innings. Pelearon durísimo. Durante un juego larguísimo. Tremendo trabajo los pitchers y todos los jugadores. Ellos fueron los que hicieron desde el trabajo. Yo solo vine, hice una pequeña parte que me tocaba hacer para poder ganar. Y estoy feliz por cumplirla. やっぱり素晴らしいゲームでした。まさに粘り勝ちというそういう勝利だったと思います。ピッチャーも一人一人仕事を、してくれて、で自分がやったのはほんの試合の一部なんですけども、やっぱり試合全体見て素晴らしいゲームでした。本当に嬉しいです。嬉しいと言いますと、マルティネスさん、
時刻はもうすでに10時を過ぎているんですが、これだけ多くのファンの皆さんがスタンドから応援をしてくださいました。いかがでしょうか。No, eso mismo estaba pensando yo, a pesar de que era un juego muy largo y estábamos fanáticos completando el estadio, hasta yo a veces estaba un poco cansado ya, pero los fanáticos se quedaron y me apoyaron y cuando salí me vocearon mucho y sabía que 100% tenía que hacer algo positivo por ello. Así que muchas gracias. 僕もそれは感じてました。こんなに長いゲームなのに皆さん遅くまで残ってくれて本当にありがとうございます。やっぱり皆さんもやっぱり疲れてると思いますし、そんな中必死に自分に向けても、声援してくれたのでそれが届きました。やっぱりやるしかないと思いました。ありがとうございました。明日も最高のゲームを期待しています。マルティネス選手でした。今日のヒーローはプロ5年目でプロ初勝利、福田優投手、そしてサヨナラ犠牲フライ、マルティネス選手ということで、いやーこれは。